我々の知らない日本代表シリーズ、今回はなでしこジャパンです。Right here, so you never forgot. Started from the mud, now I'm cutting cigar. I'm a lame right track, if you doubt, bite back. My body got you notice. Dirty body, Perry, I'm selfish. ところでひまりちゃんは、どうして女子サッカー日本代表や、なでしこジャパンっていう愛称になったか知ってる？知らないです。2004年から採用されているなでしこジャパンの由来は、アテネオリンピック、アジア予選として行われた。AFC 女子サッカー予選大会2004の際に、大和なでしこ、大和なでしこ、という言葉がよく使われたことと、その大和なでしこが、世界に羽ばたき、世界に通用するように、との願いを込めて、大和、が、ジャパン、となった。なるほど、素敵ですね。本当になでしこ、ジャパンはアジアではもちろん、ワールドカップにも優勝しているからね。なでしこジャパンといえばという選手を紹介する。まずは浅田穂選手。小学2年の時、女の子ということで入団を知られるが、母の努力により大入団となった。その後、地元の大会でコーチの勧めにより試合に出場し、いきなりゴールを決めた。このことは地元紙のニュースに取り上げられ、以後正式入団となった。またチームメイトも浅田を女の子として扱わなくなった。この頃は練習も遊びも年上の男子ばかりであり、それが女子としては突出したキック力や技術が身につけいた理由だと本人が述べている。中学に入学すると同時に、当時の日本代表が多く所属する強豪チーム、読売サッカークラブ女子、ベレーザの下部組織であるメリーナに入団したが、当時の監督の判断で入団後、わずか1ヶ月でベレーザに引き上げられた本人は、同じようにプレーできなかったことが悔しくて、と述べているが、そのため一人で毎日、居残り練習を行い、結果として大きく実力が磨かれる。中学1年の夏、現在のなでしこリーグの前身、に出場、3試合目に初ゴールを決めた。この後日本代表に選出された。その後もサラはアメリカでクイック、サラの異名を持ったり、アジア最優秀賞やワールドカップでハットトリック、また優秀賞などを取っている。バロンドールを取っている選手。なんですよね。よく勘違いされているが、あれはバロンドールとは別扱いらしい。次に紹介するのは、熊谷早紀選手。彼女はリング上等であり、成績も運動も優秀で、学校の先生からは、サッカーをしていなかったが、東大に行けたと話している。しかしこれは、本人は東大は言い過ぎと否定している。でも、学校の先生に、そのくらい言わせるほどの学力があったってことじゃないですか？そうなのかもしれない。熊谷はうららやフランス、ワールドカップなどで優勝をしている。フランスのリオンに相手基準はチャンピオンズリーグの5連覇はそのうちにカイアリーグが、チャンピオンズリーグに優勝していると、とんでもない選手がまだなでしこにいたんですね。さらに言うと、ワールドカップ決勝では優勝をかかっている PK を決めたり、チャンピオンズリーグ決勝で得点を決めたり、パリオリンピックでも、ブラジルから PK で点を取り、流れを変えそうに貢献などしている。今回はなでしこジャパンについて解説しました。ご視聴ありがとうございました。